信ありがとうございました。はい、どうもさこまです。今日は10月の20日、15時にね更新が来ましたと。あれ、いい加減スピーディング監督ガチャ来ねえのと思ってたんだけど、サードなんかこのエナジー買う画面の右下がね、なんかパワースピポイントクラブってなってて、右下がこれはなんかあれらしいね、 10% 増しで買えると。これはあの近年で一番大きいのかもしれない。ついでにあの10万円分ね、あのまとめて買えるようにしてほしいと。ただでもなクレジットカード限定らしくて、あーだクレジットカードだともう10万とかやっちゃったらすぐクレジットカードの方が止まっちゃうんでね。まずサード、まあサードはね、まあ正直あのそんなに大したメンツじゃないです、サードでも。まあ正直セリーグパリーグの最強決定戦っていう枠組みの中で考えても、まあいるのはね、せいぜいパリーグは野村選手、まあいるかな、いるかな、ちょっといるかどうかも微妙な気がする。まあでもデフォドッチはやっぱりまあいた方がいいよなっていうことで、で村上選手、でアニバが出ちゃうんだけども、まあこれだからセリーグパリーグの最強決定戦っていうね括りで考えると、まあすでにお知らせも来てまして、20日までにはもう、アニバ1、2段両方来てんじゃねえかっていう気がするから、まあね、まあ基本って普通の人は取らなくていいと思います。ただ私の場合はですね、万が一最強戦が始まった時に、あの、アニバの、例えば第2段が来てなくて、で、そこに村上選手が入ってますなんていう話になるとですね、村上なしで、さすがにセリーグ最強決定戦を戦うことはできないので、ここで取らざるを得ないと。まあそういうね、策略なのかもしれないです、コナミさんの。で、まあまあ、これは文句なしにいるだろう宮崎。まあセリーグ最強戦っていうね、ところで言うとね、正直まあちょっと能力的にはまあまあまあもちろん高いんだけども、使うかどうかはちょっとね、まあ守れんのがサードだけだからね、今不足してんのがセカンドショートなんで、あとキャッチャーか。だからちょっとどうかななんだけど、まあでも一応取っとかなきゃダメだな。であとは岡本、まあこれもだから結局ね、あのアニバが出ちゃうわけですけど、同じ理由ですよね。そう、サードって意味じゃいらないんだけど、超アーティスト3人のコンボとか、まあコンボがちゃんとできらなかった時に、すっげえわずかな特能コンボの話とかで必要になってくるかもしんないなっていう程度の話です。なんでまあ本当に一般人の方絶対に取らないでください。私は取らざるを得ない。ってことで、サードはですね、はい、この4人、まあ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 、保険打たなきゃいけないということで取らざるを得ないと。覚醒選手の方は、なんとランダムボックス復活していないのに、はい、鉄腕で全同値中継ぎ可能な東選手とかですね、これ大丈夫っていう、純正最強戦でこれ必要になったりしないっていうね。というところで、早速ですね、はい、ラインを引いていきましょうなんですけども、もうちょっと自チームだから、まあ、とりあえず宮崎からいておこうかな。いやー、今季、盗塁1決めたのに、走力 D ってどういうことですか。まあ、そんな話は置いといて、とりあえずじゃあ一旦引いていこう、宮崎。フィーバー、20年目でフィーバーだから早いよ。いや、ここもうでもこれカメラが満員になっちゃうんだよな、やっぱ。これもう、思い切ってカメラマンのとこだけ見ないっていうのもあれじゃねこれ。いや、もうカメラマン飛ばそうかな。びっくりしたちょっとこれ宮崎、あれだわ、宮崎以外穴開いてないから、カメラマン出ちゃうと宮崎確定だから、飛ばすわ。カメラマンシーンだけ、ちょっとギリで飛ばすわ。ちょっとしれっと100連ハマってんだけどさ、顔出てない理由はですね、はい、横浜がですね、ファーストステージで、はい、敗退してしまいましたので、大阪に来てですね、はい、早くも、スポンサーであるオリックスのね、応援に回っておりますと。でなんで顔がないわけなんですけど、ちょっと試合もこの後あるんで早めに撮影終わりたいんですよ。どうなってんだこれ。ウィーバーやっと来た。もう130度ぐらい余ってんのか。あれ、これ飛ばす飛ばす、横から出てきたら飛ばす。よし、これでカメラマンかどうかわかんない。ドーン、ナイス、いいね。カメラかわかんなかった。カメラを飛ばしたからニューかどうかがギリギリまでわからない。はい、じゃあデフォドーチ野村選手引いていこう。こっちはね、2チャームはもうね、穴が全然埋まってないんで、カメラマン出ても全然野村選手確定じゃないんで、カメラマンも飛ばさずに行こうと思います。
バーじゃないんだよ。平気で200連近く余りやがってよ。どういう仕組みなんだよこのガチャ。公正取引委員会出てこいよもう。でもはい、ほらカメラも出ないんかい。カメラが出てから 50% 山の人だ。どーん、うーわ、殺す気だよこのガチャ。あー、目力来た。目力はこれはかなりの確率で、まあカメラでもね。これはどうなんだ。まあでも穴は結構開いてるんですよ、日ハムに。うん、日ハムに穴開いてるから、もちろん油断はならない、油断はならないけど、さすがに野村、うん、まあやっぱカメラマン系、いやカメラマンじゃないんだけどさ、目力とか飛ばせねえしな。はい、お次村上選手。こっからはもうアニバで出るのに引かされる、うん、苦行です、苦行。まあでも普通のリーグ勢でもこれは真似しなくてもいい。うん、絶対どうせアニバ出るから。おーい、そんなことあんのかい。いきなり10連で目力。いや、これでもまだ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 ありますから、ヤクルト。ヤクルトは穴だらけ。5選手ぐらい空いてる。5選手しか空いてないんかいって話だけど。うん。まだ 50%、今7割方まあ村上になっちゃってるな、でもこれの時点で。うん。やっと来たよ、ユニ戻し10連で。あ、もうこんなに200連とかハマらされたら、まあしょうがない。これはお返しよ。これはお返し。あ、ラストは岡本。これも、こちらも嫌がらせ。なるべくこの嫌がらせに、あの、連数かけたくないから。10連でもいいんだよ。うわぁ、もう、引かなすぎて寝落ちするとこだったよ、ほんと。ここは、一旦カメラが来てからが勝負。カメラ来ない。はいはい。ほんと、期待感がないよね、これ。ほんとにカメラ来ないと。うわぁ、カメラは来ない。カメラ飛ばすかないよな。でもカメラ出て別の選手出たっつうのもちょっと面白いからな。ドーン、はいはい。ウィーバー、やべえ。悩む、カメラ飛ばすか悩む。うん、6選手ぐらい入ってる、多分巨人は。まだカメラ出ても別の選手もあり得る。カメラが出ても別の選手あり得る。そもそもほほー、いや、どうか。いや、まだ決まってませんよ、これは。うん、全然決まってない。全然穴開いてるから、岡本以外にも。岡本頼む。岡本で、もう終わらせたいから、岡本ナイス。よしオリックスの応援に集中できそうです。早めに聞けたんで。はい。早めか？